トヨタ TF108 はトヨタが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。2006年10月から開発が開始されたトーマシンの主な変更箇所はホイールベースの延長、空力性能の向上、サスペンションの改良、新しいギアボックスである。特に空力性能に関しては、 前代の TF107 が TF106 を進化させたものであったのに対して今回は全く新しいコンセプトを取り入れているシーズン前にはエースドライバーのヤルノトゥルーリに奇妙な動物と評されるも前年以上のパフォーマンスを示した第11戦のハンガリーグランプリからは流行のシャークフィンが追加された直線でのトップスピードに欠ける反面 低速コーナーが多いテクニカルなセクターを得意にした車に仕上がっておりハンガロリンクや富士スピードウェイの第3セクターやインテルラゴスの第2セクターでは予選決勝を通じてトップクラスのタイムを叩き出すほどでそのような低速セクターで稼ぎ出したマージンをその後の高速セクターで詰められても抜かせるまでには至らないという性格の車であった。なお、 TF-108 の新車発表会の模様はインターネットライブで生中継された。バレンシアテスト時の TF-108 フランス GP でのマシン。ありがとうございます。